それにしてもボルド軍の手によってサグディードの塔は封じ込められ、砦は占拠され、本当になぜこんなことばかりが。私のせいですわ、すべては。いえ、本当にこれはそうなんです。私があの時にもっとよく注意していれば、そしてもっと早くに皆に真相を告げていさえいれば。あなたがそれを。そういえば以前にあなたは私とオクタビア様の話をお聞きになっていらしたんですよね。いえ、お気になさらず。それと確かにあなたのおっしゃる通り、今回のことは私が以前さらわれた時の話と関係しています。数年前、まだボルドは建国されていない時の話です。そう、あれは自治領アシャに対して武力介入を行った後のことですわ。その頃、私はラシュヌ神殿という名の神殿において巫女を務めておりました。これは王族の女には義務付けられているも同然のことなのですね。当然その頃、その神殿のあった地はロアーナ直轄の領だったのですが、ある日突然族が神殿へと押し入ってきたのです。彼らこそ後のボルド。これだけは確信を持って言えます。彼らの狙いはおそらくは王族である私、そして密かにそこに保管されていたサグディード。ええ、ですが橋はそれまではアシャとの交易のために主に使われておりました。その時、少なくともそのために橋を使うことはなかったため、そうやって神殿に。ともかく彼らはサグディードを奪い、私をさらった後、峡谷に対して身代金を要求したのです。ひとまずそれで私は再びロアーナに戻れたのですが、奪われたものが返されることは決してありませんでした。おそらく彼らの最大の目的はサグディードだったのでしょう。今のこの時のことを当時すでに予測していたのでしょうね。私には言う勇気がなかった。言ったら私は私を失ってしまうと思ったんです。私はあの時、きっと神は私を見放してしまうだろうと思いました。どのようにしても私の罪を決して許してくださらないだろうと心底から思いました。ですが、神は私に救いの手を差し伸べてくださった。私を王に選出するという形で、私に贖罪の機会を与えてくださったのです。だからこそ、私は王として己の力を尽くさなければならないのです。そして、これが私なりの力の尽くし方。こうやって戦
うことこそが。リシャルド様。ありがとうございます。私、あなたがそう言ってくださるとなんだか心強いです。不思議です。男の方をこんなにも頼もしく思えるだなんて。それにしてもすっかり長話をしてしまいましたわね。少し急いで歩きましょう。それにしてもこの方たち、なんだか妙な感じがしますわね。今までのボルド軍とは少し違うような。ええ、言われてみれば、僕の剣を受け止めたか。うるさい。君こそ一体何をやっているんだ。誰だ、この陛下そっくりの女性は。一体どこで見つけ出した。
近少しばかし実力をつけてきたからって息になってんだ。我が主、私にさらなる力を。それは集まりつつあるというのに、まるで砂のように私の手からこぼれ落ちていくから、どうか主、私にさらなる力を。でなければ私は。どうなさいました？怪訝な顔をなさって。声？いえ、私には何も。どうなさいました、リジェルド様。見るか。
子。あなたのそばにいる羽の生えたその子、一体何なの？ル？それが鳴き声？変なの？ル？リジェルド様、どうなさいました？牢にいる方とお話をなさっているのですか？おやめになられた方がよろしいですわ。このフシャスラトリでは確か思想犯の収容施設でもあったはず。あまり言葉を交わすことは。参りましょう。いつまでもこのような牢の近くにいるのはあまりよろしくありませんわ。Thank you.